天皇陛下はきょう皇居内にある縄わにうるち米ともち米の2種類の種もみをまくお手巻きをされました薄茶色のジャンパー姿の天皇陛下は職員から渡された小さなかごに入った種もみを手に取りしゃがみながら慣れた手つきで丁寧に巻かれました。30日に大を控えた天皇陛下が 昭和天皇から引き継いだ縄城でのお手巻きは今回が最後となります5月に予定される田植えからは新天皇となる皇太子さまが引き継がれる予定です